はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はグランツーリスモ7の話題になります。現時点で超クソゲー、4月下旬まで超ゴミゲー、こう表現してほしいそうです。はい、今回はね、どういう内容なのかというと、もうまさしくこのまんまの内容になります。はい、今回ね、ジュラ通信者の方はここから先見ると気分を害する可能性があるので見ないでください。このチャンネルをそーっと閉じてね、二度と近寄らないようにしてください。このチャンネルではね、本当ジュラ通信者はお断りですね。U ターンしてお帰りください。で、まあ、唯一ね、GT シーターでもう一応ド M の方ね、そこでは許可をしております。またもう朝から夜までおじらず何言うの、もう何今日は何を言うの、はい、ね、こういうあの超ド M の方はね OK でございます。はい、それ以外の方は一切入らないでください。さあ、そんなわけでね、今回はね、非常に面白い香ばしい、投稿をいただきました。先日、ね、山内氏のね、アナウンス、4月下旬にね、アップデート予定、まあ、いろんなものをね、追加するっていう、まあ、あの発表しても発表したことでもね、ただの予定通りフルチャートにあったものを事前ちょっとね、先に出したからっていうね、まあ、根本的な起こっている内容の改善策は何も含まれていなかったんで、ね、頭の悪い子供だけがね、飴与えられて、飴玉与えられて、黙ったからどうってね、そんな頭の悪い GT 信者しかいないんで、まあ丸く収まったなっていうね。で、まあ、こんな面白い香ばしいコメントが来ました。4月下旬頃のアップデートが終わらなければ評価できないと思います。こんなバカな考え方をするのがネットにいるって考えただけで恐ろしいね。本当、詐欺の根源ここら辺にいるんだろうね、きっとね。いやー、もうこれが許されるんだったらね、もう評価ができない。クソゲーバンバン出しておいて、ああ来年までにアップデートで良くなる予定なんだよって言ったら、もう評価禁止、評価はできない。なんて素晴らしいんでしょう。もうこれみんな右に習いでみんなやるよね。ねえ、いや、もういろんなところが、もうあの鈴木アグリのなんとかとか、中島シャトルの F1 なんとかとかね、第2弾、第3弾、第4弾、ボコ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 出してくるぞ、本当ね。ドリキンの名前だけ使ってとんでもねえものとかさ、いろんなものが出てくるぞ、本当。なんだこれやーって、2年後までにアップデートでこんなアップデートを予定して面白くなる予定なんで、で、いや、それまでは評価できないね、うん、黙ってよ。はあ、バカ言ってんじゃないよ、フルプライス金払ってんだよ、アホか。フルプライスの金を払って現時点でクソゲーならクソゲーなんだよ、ゴミならゴミゲーなんだよ。買った人がどう評価しようが勝手なんだよ。なんだよこれ、4月下旬頃のアップデートが終わらなければ評価できないと思います、てめえだけ思ってるよ。はっ、ちゃんちゃらおかしいね。じゃあここのとこでそれかけよ、9020人一人一人に言えよ、4月下旬のアップデートが終わるまでは評価できないと思います、みんなにリプしてこいよ。抹消されるぜ、そんなの書いたら。ああ、世界を敵に回すぜ。もうそれを発表したからみんな取り消せ、評価はできないと思います。はあ、言ってこいよ、バカ言ってんじゃないよ。カシレバーとして出たものをフルプライス金払って予約までして買ってクソゲーなんだよ、
4月下旬が来てってどうなるかわからねえんだよ。今現在この時点で起動する気もなくなるくらい鬱陶しいんだよ。金を騙し取れたのしかお前なんだよ。それが今の気持ちなんだ。ふざけたことを抜かすんじゃねえってみんな思ってると思うよ。大丈夫？おじいはいいんだけどね。大丈夫？自分のチャンネルでそれ言ったら？はい、話題は変わります。で、おじいもね、このクソゲーのジュランツーリスモね、どうやったら良くなるかってね、おじいがいつもずっと言ってて、誰も食いつかないんだけど、このジュジュちゃん世界の神道100人に選出ってことでね、このジュジュちゃん野田秀樹の娘さんね、ずっとおじいのチャンネルでは本当こんなちっちゃい頃からね話題に出してるけれども、本当天才少女ね、すごいよね。で、このジュジュちゃんね、まあ惜しくも去年はね、勝利がなかったんだけれどもね、こんな感じでミキハウスね、ミキハウスはパパのスポンサーでもあったんだね、もともとね。で、偶然なんだけどもね、娘ちゃんのスポンサーにもやっぱご縁があってなってるっていうね、そんな流れがあります。で、ここのところにスポンサードしてグランツーリスモね、ペロンってこうやってみたらどうっておじい言ったの、動画で。なんで今の人は使わないの、話題、しかも日本人を、身近な人を、なんで役に立たないハミルトンなのね、え、本当おかしいね。ここにプレイステーション、グランツーリスモって入れればいいのに、同じお金払うんだったら、ハミルトンのお金なんか払ったってろくなもんできなかったんだから、だったらジュジちゃんをアバターで使わせてもらえないよね。絶対にジュちゃんの思うシミュレーションじゃなくていいんだよ。ジュちゃんをアバターで使わせてもらうだけ、そんだけのお話ね、それでいいんだよ。で、イベントでほらね、ファナテックのね、ダイレクトドライブを使ってこうやってシミュレーションやってるんだよ、ジュジちゃんね。ほら、この中でこの笑顔でこのスマイルでいい？こう見てごらんよ、このスマイルで、ジュジちゃんのね、これでここに映ってるのがジュランツーリスモだったらめちゃめちゃいい宣伝になるだろう。これが生きる経費の使い方なんだよね。どうしてさ、そういう頭働かないのかなって思うんだよ。なんとかの一つ覚えみたいに F1 のやつ使えば、ね、クリアすごいんだって。だってその F1 レーサーどころかその下のグループ出しちゃって、またグランツーリスモなんかそんなもの走らねえっつってね、ゴミだってだってネットで出てたじゃんやらねえよグランツーリスモって。いくらハミルトンに大金払ったとしたってね、いいものはできねえし、そんなものやらねえよみんなね。これが現状なんだよ。だからジュジュちゃんにね、ジュジュちゃんのスポンサードね、ミキハウスカラーのマシンのとこにね、グランツーリスモステッカー貼らせてもらってね、ジュジュちゃんのこの笑顔の可愛らしいアバター、ヘルメットかぶってね、ミキハウスのね、どこから入ったのアバターを使わせてもらう。で、そのアバターをね、要は欲しいって感じで、なんでそうやってね頭働かないのかなって思うんだよ。だからずっと言ってるけど、とにかくジュジュちゃんです、ね。で、あとは角田ね、角田君とこの2人いればどっちかこう選べるようにすればね、大きな目玉になると思うんだよ、ね。なんでこの2人をね採用したいのかなって、ね、思うよね。はい、じゃあ皆さんのね、コメントもいきましょう。天音さん、1億でも100億でもゲーム内通貨で保証する場合は開発者側に全く損がないんだってことを理解してない人多そうね。うわー、やばいさ、太っ腹だ、1億クレジットもらったよね。肝心のセーブデータがね、遊べねえって怒ってるのに。だって00001に書き換えますよってプログラムを配信すればよいだけだもの、損なんてしてない、要するに反省してないね。本当
あ、ベースクレジットで返金とかなると反省の裏が見えるけどね。じゃんじゃん課金させたいなら FF14 のようにオンライン専用タイトルとして販売すればよいんだよ。数年後にワゴンカードに100円処分されてる未来が見え見え。最近のソシャゲがメンテのために詫びくれるから詫び一つで満足する風潮が出来上がってるじゃないかな。そもそもの価格価値を無視してね、ソシャゲは無料、 GT は有料。あ、お子様は GT を親に買ってもらったから損得勘定できないんだっけね。まあ、本当ね、あの価値観というものがね、わからない、考えられない。だから俺じゃあ1億もらったって、あのだってさ、今日現在のやつだってね、ここ見つけたっつって何分でこんだけ何百万クレジットってあるわけでね。だからそこで1億もらったとしたって、じゃあ、 あのほんの数時間分ね、33時間やってもこんなたまる、いやたまるたまる、全然たまる、本当ね。だから大したもんではないんだよね。はい、アダミさん、このゲーム買ったら俺も事件に巻き込まれそうですね。前評判絶好調、現実ダメダメ、トラブルリスも恐るべし、お詫びのまんじゅういらねえ、だったらまともなゲームを作れと言いたいね。俺ならそんなもんいらない、金返せですね。そうなんだよ、4月下旬まで評価できないんだったら、じゃあそこまで返金しろよ。で、4月下旬のアップデートで良くなったら、じゃあ課金して、その分一回金返せよ。みんな詐欺だ、金返してって言ってんだから。だからそしたら4月下旬まで黙ってるよ、ソシャゲと同じタダなんだから、誰も文句言う人いないよ。フルプライス払って何もできねえよこのざまかって、海外でこんなに言ってんのに。しかも路面電車って何言ってんのかなと思ったけど、あの電車 の、 あの路面電車、レールの上を走って他のことができない一方通行の、そういう意味だったんだね。やっと分かった今日ね、あの別の視聴者さんのコメント見てね。本当まずは返金からだね。そうすれば、4月下旬まではね、評価はできないと思いますって。そりゃそうだ、お金返してくれれば評価できないと思います、まだ完成するのが4月下旬だからね、評価できないと思います、いいもの作ってくれたらいいね、うんうんうんって、こうやって思うよね。どうみんな、そう思わない、ね、クッサゲーは何をしてもクッサゲーなんだよ。あの評価サイト見ても新規と数名が評価変更してるけど、本当にこの発表で心変わったなら、もうかなりの確率で評価は変わるから、みんな納得していませんよ。なんか言われ、今回の対応するなら初めからできる、結局バカにされたことは一生忘れない。そうだよね、バカにされたんだから散々ね。それをゲームで1億クレジットで役に立たないクレジットもらって、うわー神だ太っ腹だからそのレベルなんだよ。そのレベルの池の恋にね、金うんち与えてただけだから、クソゲーね、その程度なんだよ、ね。はい、1億もらっても欲しい車がないので使いようがないです。本当だね、古い車ばっかで、ね、魅力ある車がないし、ね、今をなんかリアルカーライフと言ってるのに、今売ってるリアルのカーがないっていうね。1億もらうよりも車の種類を早く増やしてほしいですね。今後増やすとは言っていらっしゃるようですが、早く増やしてほしいです、ね。で、自分しか乗りたい車はね、奥だから、ね、奥だよ、本当。だ18億の車いっぱい増えたらいいねってコメントしておいたんだけどね、僕が欲しいのはね、MR2 とかね、そういう車でしたけど、ね、だからそういう車が今高くなってるから現実奥だよですね。はい、上田隊長、GT でアメ車が嫌いになった人にこそフォルツァプレイしてほしい。山内氏の秘伝のタレは偽り者なんだと気づかされますよ。本当だよね、 GT でアメ車嫌いになっちゃったでしょね、マスタングとかああいう車、うわーこんな車もう乗りたくねえ、帰ってくねえ、見たくねえって思ったでしょ。フォルツァの世界においでよね、
堀さんの世界はちゃんとリアルと同じぐらいノーマルの車でもアメ車でもちゃんと走る、止まるね、ちゃんとタイヤが地面にグリップしていますね。そういう車、そういうゲームです。まあ当たり前ね、グランツーリスモシリーズよりもリアルです、すごくね。いや、どっちが現実か分からなくなっちゃったって。おじい、たまにそうなるんだよ。あ、ほんと遊んでんじゃん、ホルサシリーズ。あと、あれこれ現実なのかな、あー分かんなくなっちゃったってたまにおじい分からなくなっちゃうよ、あんまりすごすぎて。あれクシクシクシ、あ、ゲームか、いや現実だと思ったってね。おじいそうなっちゃうよ、ほんとね、頭の中右曲がりになっちゃう、ほんとね。はい、そんなわけでね、今日は堀さんモータースポーツ7を先ほどね動画ずっと撮ってアップしたんでね、もし興味のある方がいたら見てみてください。でこの後またね、ホライズン5の方ね、そっちの方をちょっと紹介する動画も作りたいなと思ってます。まあ3本立てで紹介しようかなと思ってるんでね、お金を出して買ってここにある以上はね、どうだったこうだったね、評価をして当たり前ですね。何アップデートの、よくね、ただあれも増やしてこれもし CGTV その一生レビューできない。じゃあその後にまだアップデートもあるんだからね、一生最終的にアップデートが終わってなんとかヒッツになってね、全部最新のやつがバーッと出て、その頃まで何にも誰も評価できない、そうなっちゃう。いやー、とんでもねえコメントもらったなと思ってね、今日ね面白いなと思ったんだよ。もう一回読んじゃおうかね。4月下旬頃のアップデートが終わらなければ評価できないと思います。いやー、これ誰がこれと同じ気持ちになるかな。4月下旬頃のアップデートが終わらなければ評価できないと思います。いや、そこでまたボロボロで何か出て、あれが出た、これが出た。ああ、また後日それを予定してますよ。毎回一緒じゃん。その次のアップデートがあるまで評価できないと思います。いや、いい世の中になるね。面白い世の中になるね。これが通るならね。おじいもあんなことこんなことやってみたいよ、ほんと。いろんなクソゲー出してやる、本当文句が来たら、まだアップデート予定なんで、ね、まだ5年後までにこうなる予定なんですよ。ああそうなんだ、じゃあ5年後まで評価はできないと思いますって、国民がみんなこうなってくれたら儲かるね、本当ね。いい世の中になるわ、本当ね。はい、そんなわけで終わります。またね、バイバイ。あったかくなってきたからね、時期的にね。